舌筋を鍛えるといいと思うよ。したね。した。舌筋。ええー。これはもう、いろんな人から聞きますからね、僕らの先輩にね。舌筋鍛えると舌が回るようになるよっていうのは。まあ、鍛え方については、まあ結構いろんな書籍とかも出てるんで、本屋に行って、こう、演劇のコーナーがあるわけです。で、このボイストレーニングのコーナーがあって、だからそこら辺に行くと舌筋の鍛え方とかも載ってるんでね。僕ずっとやってましたよ、高校の頃。ああ、そうだよね。一人劇とかもね、やってたんだよね。あ、しまった。あ、ごめん。ごめん、とろ。なしで。もう。あ、ごめん。村瀬さんのエールお願いします。村瀬さん。あ、あゆ、エールお願い。あっす。じゃあ、エール言わせてもらいます。はい。英語とか、はい、他の語学を学べばいいんじゃない？いや、違う。すごく真面目な話なの。やっぱり、日本語とか、普段喋ってる言語だと、下の位置とか、奥位置とか、口外に当てる位置も、下が、全部同じになっちゃうんだよね。だけど、英語とかやってると、ちょっと奥に当てたりとか、他のところに当てたりするから、結構、コントロールとか、口腔内の開け方とかが、ちょっと変わるんだよね、多分。そうなんですね。それで多分、いろいろ滑舌も結果的に良くなると思う。あ、確かに、その、語学ごとに、その、声の聞こえ方が違ったりとかしますよね。そう。ロシア語だと結構、ロシア語、フランス語とかだと結構落ちて、みたいな感じで聞こえたり。あ、そう。今のフランス語っぽいよね、中国語だと、うひやりよしがあきょう。わざわざもういいや。そう。はんちじゃうひやおしい、みたいな。そういう感じだよね。ちょっと、なんていうの、高めでなんかこう、スッと置いていく感じに聞こえるんだよね。そうです。あ、そうか。だから、語学を本当にちゃんと発声の方を喋る、スピーキング。そう、スピーキング。スピーキング？リスニング？スピーキング and listening。 おー、それ。そう、yeah。 これをやればいいわけですよ。そう。みんなアメリカに行こう。アメリカに行こう。すごくお話が大きくなってるよ。みんなアメリカ行こう。バレーボールの発祥の地ですね。あ、そうだ。あー、なるほど。そう、だから、結果的にね、本読むのもいいし、多分語学とかさ、そういうのを学ぶのもいいし、いろいろ方法がいっぱいあると思うので、なので、これね、このカエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコムピョコピョコ。お、さすが。言っちゃった。カイトパイセン。やったね。何おる、すごい。いやー、でも僕このパ行とかパピプペポが苦手なんで、これも今来た時も本当やってくれたなと思って。